京都へおいだすどうもミスター京都アッキー。はい、本日も撮影のご依頼をいただきまして誠にありがとうございます。ほんで今日は祇園にやってきました、ただいまね、祇園の東山通りの千代院さんの門の、向かい渡ったところにいるんですけども、そちらのね、新橋通りを、さらに西に行くと美味しい中華料理屋があるみたいです。そちらの中華料理屋さんのお名前は中国厨房祝いというお店なんですけども、今からそちらの方へ向かって初取材させていただきたいと思います。今回も撮影のご依頼なんで、料理内容はお店にお任せさせていただいております。そしたら早速向かっていくぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そしたらこちら千代院さんなんやけど、こちら東山通り天下一品とかあるところ、これを西に向かっていくんやけど、今から歩いていきます。出てきた出てきた、おお、本格的やな。よっしゃ、ここですね、こちらですよ、このビルです、このビル。はい、そしたらレッツゴー。そう、こんにちは。あ、はじめまして、よろしくお願いします。あ、すいません、来ましたよ、岩井さんです。はい、こちらカウンター席。そして奥がテーブル席になっております。こんな感じです、広々とした空間で、はい、美味しい料理がいただけます。はい、ということで本日はいただいていきます。料理も結構ね、お安いですよ、これ見てください、これ見てくださいよ、結構祇園なのにお安く提供されてますよ。いろんな料理がありますんで、また下の方に、概要欄に お店の情報を載せますんで、よろしくお願いいたします。そしたら生ビールからいきますよ、こちら520円です。はい、いただきます。しゃあしゃあ、そしたらね、今日はね、祇園の岩井さん初潜入ですということで、生ビールからいただきます。しゃあ、じゃあ、うわ、最高じゃん、うまい。こちらきゅうりの甘酢漬け出てきました。おいくらですか？これは480円。480円。ほんでこちらが何でした？自家製チョリソ、中華風の。自家製のチョリソ、はい、チョリソ、はい、はい、おいくらですか？520円。520円、はい、ということです。ではこちらからいただいていきます。はい、そしたらね、このきゅうりからいただいていきましょう。うまそうに使ってますね、これ鷹の爪なんかがかかってて、むちゃくちゃうまいと思いますよ、これ。ではまずさっぱりときゅうりからいただきます。おお、さっぱりしてんな、これホッとする味ですよ。あの、これから暑い夏、この甘酸っぱい感じの酸味、これたまらないです。酸っぱすぎることもなく、甘すぎることもなく、程よい加減で、うん、うまい。はい、そしたらね、自家製チョリソ、これ初めてですね、中華風のチョリソですよ、これ。チョリソって言ったらウインナーですかね。とりあえず行ってみましょう。よし、
うまっ。これはね、初めて食いますけど、むちゃくちゃね、美味しいです。結構塩分が効いてるんですけども、これがね、またうまいですよ。酒がどんどん進む。どっちか言ったらね、歯ごたえもしっかりした、肉質の良いチョリソーなんで、これはみんな食べてほしいね。うまい。来まして、これですよ。餃子です。餃子来ましたよ。これ見てください。この羽。これはうまそうでしょ、これ。こちらも安いんですよ。480円。見てください、これ。焼きたて、パリパリ。ほら、これ。おぉ、これはね、間違いないと思う。これ。よっしゃ。見るからにうまそうな餃子ですよ、これは。はい、いただきます。これかなりうまいよ。あんね、もうほんま冗談じゃなくて、小籠包並みに肉汁が溢れ出します、この餃子。ほんでね、肉のね、味もね、しっかりね、肉肉しく残っててね、その後にこのパリパリ感がね、口の中で香ばしく広がってくるから、これはうまいね。これちょっと開けてみよう。これすごい肉汁がね、これ詰まってるんですよ。これ口に入れたら広い、これほらほらほら、わかるかな、すごい広がってくる。わかるかな、わかるかな、これほんまうまい。これね、出てきてるでしょ、ほら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 、これですよ。うまい。見てください、続いて麻婆豆腐、むっちゃ営業してるわ、これ。本格的に中国料理の麻婆豆腐、いい香りしてるよ、これ。うわー、山椒がいろんな匂いがしてる。これは最高にうまいよ、これ。880円です。これそう、これ、この濃度、この濃度ですよ。いただきますよ。揚げた、これはうまい。濃厚です。ミンチもたっぷり入ってる。ほんでこの山椒の香りと本格中華の麻婆豆腐、ピリ辛でね、美味しい。めっちゃうまい。やばいよ、これ。続きまして、またうまそうなのが、セロリと豚ミンチの辛口炒め、山椒入り。これ見てくださいよ。はい、うまそうでしょ、これ。ほんでしかもね、これをね、これに包むんですよ。これはやばいやつでしょ。そしたら包んでいきましょう。うわー、これはね、贅沢でしょ、これ。包みます。よっしゃ。こういう感じで北京ダックみたいな感じでいただきます。男食いじゃ。ここの料理うまいわ。もう豚肉とセロリ、セロリっすよ。セロリ嫌いな人でもこの豚肉と一緒になることによって絶妙な料理になる。これはね、
ょっと感動の一品ですよ。担々麺です。これもむっちゃいい匂いしてる。見てください、これ本格的な、これこの色むっちゃうまそうちゃいますか、これこれスープ、うわー、この濃厚さ、これうわーうまそう。麺も見てみましょう。うまそうやな、細麺ですね。そしたらいただきます。濃厚やわ、うまい。いろんなところで担々麺いただいてますけど、本格的なね中華料理でいただく担々麺、これはうまいね、マジでうまい。すごいごまの香り、ほんでミンチがたっぷり入ってて、うまいです。こう豪快に混ぜて、こうですよ、豪快に混ぜていただくと全部のエキスが出て、これがまたね最高な味を醸し出すんですよ。これしゃあ、キューブじゃん。細麺にね、この担々麺のスープが絡んで持ち上がってきて、むちゃくちゃうまい。はい、そしたらデザートです。ごま単元520円。見てください、これもちもちの、なんていうか皮にごまが、ごまの団子かな。ほんであの口に入れたらじゅわっとこのごまのあんが広がるということなんで、いただいてみましょう。これやばいな。おお。周りは餅かな。もうもちもちした皮なんですけど、噛んだらこのごまのなんてあんっていうんですか、あん。ほんでザラメみたいな感じもあるんですよ。それが口の中にふわっと広がって、これもね新感覚ですわ。いきますよ、これが口の中で広がるんですよ。いくよ、これあちょっとうまいこと切りづらいけど、ほらこんな感じで濃厚なごまのあん、またザラメっぽい歯ごたえ、これがうまいっすよ。クリーミー、もうこのごまのあんクリーミーです。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちら中国厨房岩井さん行ってきましたけど、ちょっとね全部の料理がねびっくりするぐらいうまかった。本格中華ですよ。ほんでねまだ祇園やのに料金が安い、
はい、もう絶対ねこの店おすすめしますんで、皆さんこぞってお越しください。ほんまにうまかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。